今回も数理モデルの話をしていきたいと思います。はい、数理モデルシリーズ第2回。面白いぞこれ。なんですけど、僕ね、数理モデル研究者の楽しさを一言で表せるって気づいたんですよ。神になれることです。<laughs> なれない。なれない。<laughs> 神になれます。数理モデル研究者は。神ですかじゃあ。神です。神ですね <laughs> <laughs>。じゃあそうなんだ。乗 <laughs> りがいいな。<laughs> 前回の話軽く復習しておきますと数理、はい、モデルには理解思考型モデリングと応用思考型モデリングって2つがありますよ、はいうん、で特にテンション上がる、うん、面白いのは理解思考型モデリングの方だなという試験をしゃべりましたはい、はい、それは写実性を捨てることで世界を理解する、うん、ツールとして機能するっていうエキサイティングな話をしましたねはい、はい、で今回もねエキサイティングな事例1個持ってきましたんではい、はい、個別具体の事例を1個、はい、1> がっつり今回扱いたいと思いますへー 前回さ、渋滞額の話とた覚えてるはい、もちろん覚えてます。この渋滞額の事例に似たもの、うん、この渋滞額の知見を応用したもの。はい。ーーモデルを紹介したいんですけど。はい、これね、全然違うものに活かせて楽しいんですよ。はぁは渋滞額の知見。へえ<ー>。例えば何に活かせそうですかさっき… 僕が前回言ったね人が避難するときにどっかか出口から出ていくっていう時の動きなんか例えばライブとかに行くとさ帰りめっちゃ混むじゃんあれとかはなんか数理モデルでどうにかならんかって思っていて人流ってやつだから人流は役に立つでしょ人の動きだからのそうまさにそれはもう渋滞とかなり近い現象なので当然適応できるんですけどちょっと似すぎてて面白くないですはい。ちょっと凡夫の発想なんでもうちょっと面白い事例思いつかないですか そうですねだから全然離れてるようなことなんだけど実はみたいなやつがあればいいんだよね。みたいなやつを 一個出してください。爪切りの構造って役立つ。じゃじゃ、働きはいいってもんじゃないんです。よ生かしようないやろ爪切り。あれとかに使える。じゃじゃ、あの突飛すぎます。あ、これか。あの悪魔の時点に立行された飛行？捕食？あれでしたよね。なんか特筆すべき能力が一個もない凡人が目立とうとするために変なことやることみたいな感じだったよね。はいそうです。それでしたね今の水野さんの答えは。そうだあのそのまで言われてもパッと浮かばないんでね。あのこの 耳かきの違う違う。なんで爪切りとか耳かきとか、<laughs> 生活用品にしか生かせないんか、あんたは。ちょっとわかんなくて。<laughs> あのぱっと見全然関係なさそうで生かせるものセルロースの酵素分解ですどうでもええな何セルロースってどうでもよくあれだろ植物の細胞壁かなんかあ、そうそうセルロースあさすが理解できるじゃんみなさん意外とできるね生物の知識はギリ覚えですああすばらしいねセルロースがどういう化学式でどういう化合物で何の性質を持ったものかよく分かってないですだから硬そうサロ壁なんででも素晴らしい僕の想定外だとセルロース聞いたことないですねなんですけどごめんな。鍋すぎてってかつはセルロースなん ファイバーみたいな真相そなかったっけああそうだよね植物繊維みたいなあった植物繊維みたいなもんだセルロースはちょっとおいしい。さすがだね水野さん。ちょっとごめん舐めすぎて謝罪します。謝ってください。申し訳ありません。人として進化し続けてますさすがだね。これさ、たださ、まじで関係なさそうじゃないセルローなので。酵素分解。酵素分解ってだから酵素。酵素って何ですか？酵素は、えっと、なんか あの反応する時になんか関わるやつ。あの予想通りでしたか。酵 <laughs> 素の説明できないだろうなと思ったら。 あっとあっ分かてでも合ってるよ、触媒ですよ、酵素って。酵素と触媒のこと酵素と触媒みたいなもんね。主張のことばですよ。じゃあ、ちょっとニュアンスが違う、酵素って生物の体の中とかにある消化酵素とかいうじゃん。あはいはいはい。だから、有機物っぽいイメージ。でもまあ反応を助けるものではあるってことそういうことです。本人がめちゃくちゃなんか変化するっていうよりは、周りの変化を助ける。はい。消化酵素ってさ、そういうことじゃん。入ってきた食べ物を消化するのを助けるというのが酵素ですね。ちょっと消化酵素についてちょっと話し聞いたこともないです あれ中学の理科とかで習う理科ないには多分ないんじゃないかな消化酵素というものは恐らくあれあるでしょでも消化液のさアミラーゼとか習うじゃん中学の理科ででんぷん分解するやつとかそういうやつですよ消化酵素あっあれ消化酵素なんでなんそう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 ナントカーゼっていうやつ理科で習うと思うんですけどあれ消化酵素へえなるほどなるほど 勉強になるな今回は。<laughs> あの、じゃあそう、こうミゾさん中二とか中三とかの理科で多分習うんですよ。<laughs> <え> <laughs> なんでこいつ渋滞学のセルオートマトンのこと知ってんのにアミラーゼのこと怪しいんだよ。<laughs> ひどいな。<laughs> <laughs> 結構想定リスナーこういうリスナーもいるから <laughs> とね。ちょっとバグってますね。<laughs> 感覚バグってますね。ね、はい、まあ今ミゾさんが大筋説明してくれた通りで植物の細胞壁だし、うん、まあいわゆる食物繊維、はい、って言われるやつ大体セルロースですね。うんうん 食物繊維ってつまりさ何かかわります野菜に含,まれ生に含まれてるやつなんだけど <laughs>、はい、特徴としてえっといや俺これ前聞いたから覚えてるよ食物繊維それ自体は必須栄養素ではないんですよそうでただ食物繊維をえだからわかんないけどタンパク質とかなんか取るとそのなんか分解とかそういうのを助けてくれたり <laughs> 吸収助けてくれたりしそうなやつ <laughs> そういう可能性があるやつ <laughs> だいぶ理解を間違えてるような気がしますね。<laughs> だいぶ間違えてると思います。<laughs> あと便がよくなる。あそう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 、それを言ってほしかったの。うん、僕が言って欲しかったそれ食物繊維って消化されないんですよ。消化されずにそのまま出ていく。だから排出されるものなんだけど、排出を助ける。うんうん、だからなんかそのたまっちゃって老廃物とかの排出も助ける。なるほどってやつが食物繊維ですね。はいはい いやー前回だいぶ知識やったね。う思うと <laughs> だいぶ怪しいけどな。だから人間は消化できないんですよ、この食物繊維、はい、セルロースを。スをだからそのまま排出されていく。うん、なんだけど、まあ、ヤギとかは腸内にいる特殊な微生物が分解してくれるから、だからヤギはその辺の草食べても食えるわけですね。はいうんえー、とさっき言ったセルロースの酵素分解 言ってましたっけ、うん、言ってました。言ってましたに関係ある。あそう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 だからヤギとかは割とその分解してくれるやつま,まあ酵素微生物が持っている酵素が体内にあるから、はい、それのおかげで分解できる。なるほどだからヤギはその辺の臭くて栄養にできる人間はできない。 今、僕が何確認しなかったのか一応解説すると、ですね、はい、セルロース、消化酵,酵素っていうのの両方を初見だったので、うん、セルロースの酵素分解って言われたときに、セルロースが酵素分解するのか、うん、セルロースを酵素分解されるのかとか、まず分かってなかったので、なる, <laughs> な,るなるほどねそうなんですよそれを一応確認したわけです、ね。ですね、セルロースが分解されるされれるるすごい、えー <laughs> すごい知識得た <laughs> すごいねだいぶ初歩的なところを確認してくださってそうなんですよセルロースが分解する側なのかなとかね <laughs> そういうね聞き手として大事ですねこれは 前にユル言語学ラジオでさ、はい、あの人間をお休みしてヤギになってみた結果っていう本、はいはい、紹介したじゃん。はい、これの中で僕が一番好きなくだりがあの、ヤギの体内にあるこのセルロースを分解する酵素、うんうん、微生物、それ酵素を持ってる微生物を体内に取り込まないといけないと。うん、俺もヤギになるから。っていう理由で、あのヤギの消化管から取ってきた液体をお尻に入れて、はい、<laughs> 自分の腸内にそれを植え付けようとして、はい、お医者さんに未知の病気になるからやめろってめちゃくちゃ止められるくだ、うん、<laughs> りがあるんですけど、はい、もうあの、 それだよねだからヤギの体内で行われてるやつでもこのセルロースの消化それは分かったんだけどそれが渋滞学と関わるって言われてもねということでまあちょっとだいぶ前置き長くなっちゃったんですけどここから中身に入ろうと思います、うん、あでもその前に1個だけ言っとくとこれ分解できると何が嬉しいのっていう話だけ言っときますねセル,セルロースを分解できると何が嬉しいのかと言いますと、はい、まあ,あの我々栄養は足りてるからさ、はいまあ、あんまりそのヤギみたいに草を食えるようになる必要はないんですけど 人間の草を分解できるようになるとバイオ燃料の生成とかに有利になるああエネルギーとして使えるようになるわけだから消化つまりバラバラにするってことができればあそれはそうなのエネルギーになるんですね燃料になるいや食べて人間が体を動かす燃料になるってことはさ燃やせば燃料にもなるわけですああそれと現象的には一緒だからなるほど体内でエネルギー燃やして代謝させて動かすっていうのと車をガソリン燃やして走らすっていうのと現象としては一緒だから頭柔らかい人の発想なんだなあなるほどなんかおかしいんだよ 知識の方よりずっとちょっと補足させていただくとあのセルロースって糖なんですけれどもあのやばいやばいやばい水野さんはね単糖類と多糖類っていう概念がかなり怪しいのででんぷんは分かりますかでんぷん分かりませんバカにしないでくださいえっでもでんぷんは何がつながってるか分かる アミノ酸違いうわアミノ酸以外に知ってるものないからなでんぷんはえっと待ってえっとんかグルなんちゃらみたいなあそうそうそうグルコースグルコース合ってますグルコースがつながってでんぷんになってるねドウ糖って言われるやつですねはいっいいは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 んはい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 んいはいういはいいういはいはいはい

まあ糖に分解してまあそのグルコースにして利用してるわけですよね。うんはい、でセルロースも実はもとその要素は一緒でつながり方が違うものなんです、ねうん。なるほどなるほど。素材が一緒で組み立て方が違うわけですね。なのでそれも同じように利用できるといいと。うん、あそうなんです。で例えば米からアルコールって作れるじゃないですか日本酒で。で同じようにすることでセルロースも同じように分解してその後酵母とかに任せると。 同じいうのでそういう素材が草とか木とかから取れると化石燃料を使わなくてもいいよねとなるほど。ありがたいですよね。だから今バイオエタノールとか多分トウモロコシとかから作られてるけどさそれじゃなくてその辺の草で作れたら最高だよね。確かにね。そしてその可能性は十分あるよね。素材自体は光るものが一緒だから分解技術があればそれはエネルギーに変えられるってことですます で、前置きがめっちゃ長くなっちゃったんですけど、はい、このセルロース分解できると嬉しいわけですよね。うん、水野さんがセルロースをすんなり受け入れてくれれば、前置きもちょっと短かったと思うんですけど。僕さっき江崎先生に、伝播わかりますかって言われましたからね。<laughs> 本当に名誉を著しく、あの、質問させながられしくて。あんた分かってなかった。<laughs> 放送って言ってたよ。<laughs> そいつには聞くよ、そっから。伝播わかりますか <laughs> なるだろう、それは まこの酵素がね、こ、はい、のセルラーゼですね。セルロースを分解する酵素はセルラーゼ。うん、セルラーゼが分解してセルロースに。セルロースを分解する。はいはい。覚えやすい。だから、セルラーゼ、いい感じに実用化したいわけですよ。うん、これでめちゃくちゃいい感じに分解できるなってなったら、いろんな可能性開けるから。はい、いっぱい分解させたいんだけど、はい、セルラーゼくん一つ欠点あるんですよ。こいつ、一個入れた時。 1>, 1個入れた時はすごい速さで分解してくれんのうん、うん、セルロースをだ、はい、から頼れるなーって感じなんだけど、はい、いっぱい入れると急に全然働かなくなるんですよはーい、えー、だからあれだ ボールペンの組み立て作業を1人でやると例えば100分かかるものを100人集めたら1分でできるかみたいな話あるじゃないですかははいはい,はいありますねあの実際そんな単純に人数増やせば同じ仕事量を100のその倍数にできるってわけじゃないっていう感じってことですね。あそんな法則面があんな、うん、あの人を増やせばその分短くなるとは限らないっていうやつありますけどそれよりもっとひどくて、はい、これセルラーゼ分子1つ入ってる時って1分間に420回とかのペースで分解してくれるんですよ。うんうん、はい ところがいっぱい入れると1分間に1回とかしか反応しなくなる。はあ、サボんだそう。集団にした瞬間に個人がめちゃくちゃサボりまくる。 っていいう方に近いです、ね、それはだからあのボ,ールてボールペンの組み立てみたいに、うん、えとみんなにこうタスクを分解分配できないから起きてるとかじゃなくて単に仕事をやらなくなるってことだよね、うん、えっ、ー、とねまあそんなような感じに見えているこれミクロの話だから、うん、明確にどういう風に動いてるのかなっていうのはあんまり観測できないんですよちっちゃすぎて、うん、なんとかナノメートルとかの話だから、はい、あのちっちゃすぎてあんまりよくわからないんだけどどうもなんか異常に集団にした瞬間に反応効率悪くなるなへえ<ー>一個一個の分子が全然反応しなくなるな っってことが分かってた不思議だね、はい、でこの謎なんでかなーっていうのを考えてたらどうも酵素セルラーゼが分子が渋滞してるんじゃないかほ<う>詰まってるせいなんじゃないかすすごいいアアイディアを持っていきますねという話になり、うんえー、ここまでは西成先生じゃない人がやってたんだけど、うん、これ渋滞っぽいですよということで西成研究室にお蜂が回ってきたこなんですよね。 共同研究。とうとうきました渋滞っぽいですよ、えー、とそのさ観察も地味にすごいね、うん、渋滞してるかもって思って西成先生のところに相談持ってった、うん、そうだねそこ,れこれもね偉大ですよね,偉大ね素晴らしいですよね、うん で西成先生の前回やった渋滞学の先生のところに研究室にお鉢が回ってきて始まりまして、はい、こう優秀な研究者がいたんですよね西成研究室に。はい、これ見事に解明しまして<ー>セルラーゼはこういうルールっぽいからこういう渋滞が起きてるっぽいぞというのを発見して見事振る舞いを酵素の渋滞というわけわからん課題をクリアした。 それってでもさ、うん、えとこういう現象があって数理モデルを組むとこういうような仕組みになってますってだけだったらあんま意味なくないいやまあ記事は分かったのかもしれないけどはい、はい、解決しないと意味なくないなえっと、ね、その解決方法も 示しますマジか示しました。というか、うんと、可能性を見せた。あへえ。っていう感じですね。だから、これ何が偉いかっていうとその、そもそも何が起こってるかよくわかんない、渋滞かもな、ぐらいの感じだったところから、実際にこういう渋滞が起こってるっぽいです、っていうのを明確に見せた。なるほどなるほど。そして、今後解決する可能性も見せた。こうすれば解決できるかもしれない。っていうのを見せたっていうのがすごいところ。へえ。 エネルギー問題を解決したみたいなことになりうるので。めちゃくちゃ優秀な研究者がね、西成研究室にいたんですよ。うんうん、え、お名前がですね、江崎貴弘、うん。あれ?あれ。僕にすごい絶品、ね、について侮辱をした。<ょ> <laughs> そうですねあの巨大のものすごい名前を刻む研究をした素晴らしい研究者にあの電分知ってますかあの機りどうしたでもよく考えたらだからその方の時間を僕無駄にしちゃいましたねだいぶそうですよえさき先生の使い方絶対電分の説明をさせるところじゃないです逆に俺がめちゃくちゃもったいない既存してますねラベそうですよ江崎先生なのそう江崎先生がやられたいうことですねだから西成研究室にいらっしゃったんですよ そうな研究員として。そうなんです。ええ。もうだめだ、なんか情報量多いな、先生。本書くのも上手いのに。あれ。それから今一言みたいにずっと渋滞学の話してたんですけど、もともといらっしゃった。所属ですね。そうなんですね。そうです大丈夫か、俺間違っても。大丈夫ですか。よかった。出現してたら西成先生にチクっといた。本読んだファンなのにな。そんな江崎先生の出した。はい。研究成果ここから。 見ていきたいんですけどえっと江崎先生が僕にレクチャーをしてくれていや僕がレクチャーをします僕が君にレクチャーをします硬くなり福音書スタイルをやめませんまあでもねさっきヤギ出てきましたけど半数ってありますもんね江崎先生が聞いたものをくちゃくちゃ敷いたものが僕にそういうことそういうこと生の草は水野さん消化酵素持ってないから消化できないので僕が消化してから吐き出しますありがとうございますセルラーゼがその酵素がセルロースにくっつく時2種類のくっつき方がある ということがこれはあの西成研究室に来る前に砂地が回ってくる前になんとなく分かっていた二、はい、つは非生産的な結合と生産的な結合の二つ非生産的な結合っていうのは単にくっついてる状態、はい、はあんま分解してくれてない状態、はいうん セルロースとセルラールがくっついて本来であれば分解を期待したいんだけどくっついてるだけで分解しないです。だからこの単にくっついてる非生産的な結合の状態がまず起きて1個の文章を観察してるとねまず非生産的な結合単にくっついてしばらく待ってると生産的な結合になるようだということまでは分かっていただから最初スイッチオフの状態でくっついたときにオンになって反応が始まってたっうことね それがなんとなく事実として分かってるのであとは江崎先生何とかしてくださいということで難しいこの動きをね江崎先生は数理モデル的に再現してみただから一旦くっついて非生産的な結合をしてその後生産的な結合に変わるみたいなシミュレーションをされたという感じですよねお話が来た時点でそれがどういう確率で起こってとかくっついたら離れたりするんですけれどもはい まあそういう繊維がどういうふうに起きるかっていうのも1個の場合はあの計測がある程度できるので、はい、あの分かっていて。 ただそれをたくさん集めたときっていうのは計測ができないのでいっぱいいるときはどうなるか全然わからなかったそうですってことですね、はい、いっぱいいていっぱいがそれぞれ違う動きするときも数理モデルでできるんですかなんかいわゆるそ複雑系みたいな話になっちゃいますねなんかこういっぱいのものがそれぞれ相互作用を起こしちゃったりすると<あ><や>でもささっきの車の例えだと分かりやすいけどさ、はい、割と個体としてはシンプルなルールで動いてるわけだよね。 っていうのが渋滞の話ですし今回もおそらくそうじゃないかっていうイメージですよね。そうですねここには個々の仕事をしていて、はいでまあ、相互作用は多少はあるんですけれども、はい、まあ近くにいると邪魔だなとかそういうレベルの相互作用ですね。なるほど,なるほどな遠くにいるやつ同士が相互作用とかあんまりしないですし。でこの動きを数理モデル的に再現してみたわけですけど、うん、これが全然実験データに合わなかったとそんんなな渋滞起こらんなと。 ああ、だから、えっと、モデルを組ん、仮説を立ててモデルを組んだんだけど、うん、なんか観測結果とは全然違うシュミュレーションが出たってことですね。はいはい、あの、元から分かってるものから妥当なと思われるモデルを組んだんだけど、全然このデータに整合しないなとミステリアスだね。これ、辛いとこですよね、多分ね。そうですね。僕ならまずそのお鉢を投げ捨てるし、<laughs> 研究者だったら人にいたら燃えるやつですよね、<laughs> 多分これ。はい。サジオを投げるってやつそう,、ね、そうですね。水野さんはちゃんとサジオを投げている、はい。そうですね、分かんないって。<laughs> 向向いいいいててなななです,そうなですあなたアアカデミアにここでしかし江崎に電流走る <laughs> あ<れ>このシーンがあったわけですよ、ね、<laughs> か,か,かそれ。福本信之のこの驚きが、はい、発見があったわけですね江崎先生、ね、<ー>江崎先生のたどり着いたのは結合のサイズが違うんじゃないか。はい というアイディアです。結合のサイズっていうのはどういうことですか。非生産的な結合、それ最初にペタってくっつく結合と、あうん、その後じゃあ分解するぞ。ってなった時の結合。うんうん、この種類が違うだけじゃなくて、サイズも全然違うんじゃないか。か何のサイズですか。えー、くっついてる部位のサイズです。あはい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 。だから、ちっちゃく最初はくっついてるんだけど、もしかしたら、その後、大きくくっついてから。始まるんじゃないか。<ー>そうですね。まあ、正確に言うと、それはなんとなく分かってたんですけど。うんうん、ちっちゃくくっついてる時に、周りにどれぐらい邪魔するかっていうのが分かってたんですよね。うんうんうん 周りにどれぐらい邪魔するから占です、ね、占有面積みたいなはい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 邪魔だと横にくっつけないっていう可能はあるんですけれども、はい、セルラーゼってちっちゃい最初に非生産的な結合を行う部分とあとでっかいこうガチャンとくっついて実際に反応する部分があるんですけど最初ちっちゃい方でくっついてその後大きい方がくっつくってのは分かってたんですけど、はい、その時に占有面積がどう変わるかっていうのはあんまりよ,よく分かってなくてうんで先ほどあの話もありました通りやっぱモデルは簡単な方がいいので、はい、そこの 占有面積のサイズって別に変えてなかったんですね最初ははい。なんですけど電流走るの時にあの占有面積を変えたということですね <laughs> る <laughs> なるほどなるほどだから一個新しく仮定というか、うん、パラメータ増やしてモデルをもう一回もう一回考え直してみよう<ー>ということですよねうん、うん、まあでもこれ,これも試行錯誤の一つですよねこれでまたうまくいかなかったらまた工夫しなきゃいけないなと思いながら やってみたそうです、ね、確信に至った状態とか観察結果に基づいてそれをやったってよりはここを触ってみたらどうなるかってやったらうまくいったっいということですねです、えー、江崎先生はこれでじゃあ実際その占有面積が違うんじゃないかとの最初のちっちゃい結合と大きい結合って、はい、この占有面積のサイズ違いっていうのを入れてみたところ、はいえー、実験データに非常によく整合するモデルになった<ー>ということですね。へーすご だから見て占有面積のうんぬんっていうのは分からないのにモデルで解決させるってことですもんねそうですよねだから<グ>どこいじったらいいか分かんないなと思いつつそこいじってみたらうまくいったっていうことですよねそうですねここに至るまで<ー>多分1年半ぐらいいろいろ試してしててみこれですよ研究者研究者の研究者たるゆえんこれよね こう聞くとねこうん、聞くとなんか1日の間の午後ぐらいにそれがあったみたいな聞こえ方するけど <laughs> <だ>、ね、<laughs> いやずっとこれを試行錯誤されてるわけですから見つかるまでの1年間ぐらい、ね、頭おかしくならなかったですかいやまあ これずっとこれだけやってたわけじゃないのでいろんな研究プロジェクトある中でまあなんかうまくいかないな次これやるかっていうのをちょこちょこやりいいろいろ切り替えながら聞いたら余計にすごい話してる、同時にいろいろなってるの <laughs> っていう <laughs> あ<れ>こんなや,ややこしいこと一斉に何個もやってるんですよ江崎先生 <laughs> 気分転換だよみたいなこと言ってましたけど全然気分転換せんよそれ <laughs> パニックなるよ <laughs> 本当だよ。本当だよ <laughs> へー で1年半やり続けて、まあ、あんまりモデル複雑にしたくないので基本的には、はい、単純なモデルでどれだけいけるかっていうのをひたすら調べてたんですけどさすがにこのサイズを変えるというところまで複雑化しないと出ないのかなっていう結論に調べ尽くして至りましてなるほどでじゃあやるかといってやり始めたら一気に結果が実験 結果通りになったったていう最初は徐々に一個一個可能性を潰すんだけども極小の過程の状態から進めていって、ね、少しずつ増やしてある程度のところでピタッと見つかったっていうことですねそうですね大変だよいやいい営みだよねこれねでもこれをメディアとかで聞かれるといろいろ試した結果見つかったぐらいで頂いたりしかならないわけじゃん多分 <laughs> そうだ、ね、1>, 1年間ずっと見つかりませんでしたみたいな話が出てこないわけじゃん <laughs> そうだねいや大変だよこれいや研究者すごいようん そうか今面白いぞ渋滞は目に見えるけど、うん、セルラーゼは目に見えて観測データがないのに数理モデルを使うと解ける問題になるっていうのがそれじゃあ集団になった時にどういう風に混雑してるのかなっていうの全然わからないのに。数理、うん、モデル 立ててデータと整合しますってなった瞬間おそらくこれが正しいであろうということが分かるつまり見えないものを見るのにも使えるんです数理モデルははいはいあれじゃんイジの見えないもの見えたの見えたの見たねえと賭博打点カイジですねこれトイレに貼ってあったやつ17本俺ら好きすぎんのイジを爆速で開示の新しいんだなじゃないのリスナーに分からんって多分しかもネタまで含んじゃうよれ踏み込みすぎるとね喋なようにし 白川あたりはみんな知ってる限定ジャンケンとかみんな知ってるけど、十七歩のシーンはそんなスク限定です。ダテン六かな。こっちこれはダテン六ですね。破壊六はあのパチンコとあのチンチロですね。いいのよ。走るのせいで。 じゃ、ああれだね、見えないものを数理モデルで組めるってことで、ちょっと僕も江崎先生に相談があるんですけど。今その地球上に満ち満ちてるエーテルっていうのを、ちょっとあの数理的に記述してもらって、あの実際にある方。満ち満ちてないんですよ、それ、あのマイケルソンの実験とかのやつ。あれはフロギストンの、ちょちょ、否定された科学の説いっぱい持ってくるの、やめください。観測するもん、観測する必要ないんですよ、てか、ないんですよ、それ。そう多分ないんです。数理モデルでだめなんだ、これ、不合理な問題をね、不調理の問題説明するために導入されたなかったやつだから。そっか、そっか、そっか、そっか。 江崎先生さ例えもうまくてさはあまいったねそう論文う俺さ引いちゃってさこの小さい生産的な結合と非生産的な結合ちっちゃい専有面積と大きい専有面積みたいな話してる時に江崎先生が出してた例えがラーメン屋みたいなもんですねラーメン屋に一人客が入ってきて後から友達を呼んで4人客になると。 でその1人客の状態が非生産的な結合、はい、で友達呼んで4人になった状態が生産的な結合はい、はい、こうイメージすると多分イメージしやすいですよとうん、うん、ってなると客が全然いないラーメン屋酵素、うん、が1個しかいない1組しかいないラーメン屋だったらいつでも入ってすぐ友達呼んで4人になれるんだけど、うんうん、もしいっぱいいたら、うん、1>, 1人客をまずどんどんカウンター席に通しちゃったらさ、うんはい、4人連なった席ってまず確保できないじゃんあだから後から友達を呼ぶっていう行動ができなくなるよね はいはいはいだからなかなか分解が始まらなくて非生産的な結合ばっかりになるんですよしかも友達をび後から呼ぶってことでタイムラグっていうのも表現できてますね今回はそうっていううまい例え出されて「俺の仕事なくなった?」えっと AI に仕事を奪われる人間と江崎先生仕事を奪われる人間そうじゃあの上位互換でした江崎先生の例えもうまいなこの人まずいですねちょっと僕の仕事奪うのやめてもらっていいですかもっと下手なな例え出してくださいいんすか 例え出して <laughs> ですよね <laughs> こっちしてしそすうなんすようちょっともっと難解なことを延々喋り続けていかな,ないとさっきのもう江崎先生出したモデルでこれ説明できそうですっていうこの時点でエモかったじゃん、うん、既存のデータと整合性合うんで多分こういう感じで動いてるんだと思いますっていうのを出しただけでもエモかったのに、うん、もっとエモい話こっからあって。うんほっ この生産的な結合、はい、でっかく占有面積取る結合のサイズ、うん、当時の観測データからわ分かんなかったものを、はい、実際に測定した別の研究チームというのが現れたんですあ観測できるようになった観測できるようになったってことですよねはい、はい、そうですねあの一応大体これぐらいだろうっていうのは分かってたんですけれども実際にどれぐらい邪魔するかっていうのは明確には分かってなかったですので我々の研究ではとりあえずまあシミュレーションなんでパラメータ 好きな値に設定できるんで、うん、大体これぐらいにしといたらいいかなっていうのを決めてたんですよねはいで、えー、その後にあのに実際に測定したチ,チームの結果が,が現れた、ね、だから江崎先生が立てた、えー、とまず仮定ですね仮説があってそれを実際に観測で裏付けるかどうかを確かめたチームがあった、ね、そう観測した人たちが現れたと、はい、江崎先生が立ててた仮定が8ナノメートル あもうピンンポイントに行くんだ、ね、8ナノメートルという過程を出していたんですがはい、はい、その後に出てきた研究チームが測定した結果、うん、8.4ナノメートル。はい

かっこええ 生涯でその仕事1個できたらそれだけで俺墓まで持ってきますけどね,ね,ね泣きそうなのにね俺らね、うん、泣きそう、ねね、ずっと自慢するよそううオープニングドックで毎回言うと思うた8ナノメートル予想しておりました水野です」って毎回言う自己紹介でう言うと思う多分8ナノメートルの堀本です」とて言ってる可能性あるもんよねまあというのもですねあのさっきあのそもそもまずサイズを変える前は全然合わなかったって話しましたけど、うん、サイズ変えだした時に一気にバシッといろんなものが合いだしたんですね、うん、なのでこのモデルいろんな角度から実験事実験 だからほのものの話も完全に正方形なのでおそらく相当シーン食ってるなってい自信はあってあもうだから出した時点でかなり確信してたんよ。えっとその結合サイズをいじり始めた日にそしてこれが原因になっていてバシッとあった日にどう思ったのかを聞かなきゃいけない。それは なんかすごい深淵なものに触れてるなっていうあやっぱそこあるんだありましたねこれはなんか今までどうやっても合わなかったものがバシッといきなりあったんでこれは間違いなくなんか多分本質に触れてるんだろうなっていうのはありましたねこれ自分で発見した時この事実知ってるの私だけなんですよ地球でね自分しかいないですよねでこのセルラーゼの研究してる人とかしてきた人いっぱいいるわけですけれども今こい今 こののせいで反応が遅くなっっって知っててる知んのは自分しかいないいなっていう興奮がすごくて、うん、あ、これさすごないだってさ観測データからはさ集団で何のメカニズムでこんな渋滞が起きてるかっていうのわからないわけよでも数理モデルを組み立てて整合性あったぞってなってる人だけ状況がわかってる、うん、だから逆処理ができないことにたどり着いてるわけだよね江崎先生はしかもさ江崎先生よりもさ、うん、セルラーゼ自体に詳しい生物学者とか科学者たぶ、うんそうそうそういっぱいいるわけですよね その中で江崎先生だけが知ってる事実がしかも結構重要なところがあるっていうのにやばいよねそうなんですよだから僕これのエモポイント多分これだなと、うん、地球上でまだ誰も見えてないものを数理モデルの力で見ることができたあ<ー>っていう逸話だと思うんですよこれは確かにそうですね、うん、めっちゃエモじゃないこの話すごいこれすごいわだから江崎先生の曲 見えないものを見ようとして数理モデルを覗き込んだこれあれ江崎先生の曲ですよバンポームチキン価値 <laughs> 違う,違うえこう歌ったましよねバンポームチキンも,ンキンもセフラーゼ観測じゃなくてあれセフラーゼ観測じゃなかったんですか, <laughs> 違すかバンポームチキンの一番売れた曲違うでも観測してないし <laughs> <laughs> 観測せずに導いたから <laughs> い,やいやでもあらめて考えるとさあれ望遠鏡を覗き込んでんじゃんあの曲、はい、素人ですよね。だって望遠鏡なんて見たってさもうそこら辺のさ天文観測台みたいなところのさ、うん、人たちの方が正確なデータ持ってるに決まってるんだけどさのる確かに絶対さ俺たちがその辺で望遠鏡で観測できるデータなんてさそれに劣ったデータでしかないんだから、うん、見えないものなんて見えるわけないですよはい だから見えないものを見ようと思ったら普通にモデルをのぞき込むしかないんですよ <laughs> だから PC モニターをのぞき込んだりした、ね、がいいですよね<も>ソフトを使ってのぞき込んだほうがいいわけですよ、ね、そうそうだからあの今日の知見結論はバンプオブチキンは素人 <laughs> <laughs> 素人ですですあのあそうだったんですね,ねそうですよねザキ先生そうですねよし, <laughs> よしバンプオブチキンは素人らしいです,すだ <laughs> 先端系の先生もそう言ってるんで間違いないです <laughs> でも実際天体の予測を出したりするあれも 氷の数理モデルに入るんですか。あの、なんか。観測データがいっぱいあって、そ,<う>それをもとに。最終的なそうなりそうですよね。そうですね。あの観測データに合うモデルを作って、それで理論ができるというか、それでちゃんと説明できるかどうかで。どの理論を正しいと信じるかっていう話て。そんな感じするな。なので、まさにそうですね。多分現代でもじゃあ使われてるんでしょうし、例えばそのケプラーとか。うんうん、なんかああいう人がこういう軌道なんじゃないかって言い出したあれも、広い意味では数理モデル。 を使っているって言えるんですけど、なんか数理モデル。そうですね。あってんじゃないですか。ねそうですよね。こういう楕円軌道だと仮定すると、この辺の値が。整合説よね。そうですね。ああいうデータを説明するために。あの、天動説じゃなくて、地動説。で、まあニュートン力学で説明できるんじゃないかって話になっていくので。まさに、データからモデルを作って。まあ、現実を理解していくって話。じゃ、馴染みのある例かもしれないですね。あの辺りはまさに。そうだね。そうだ。だから、地動説も数理モデルだわ。言われたら。でもさ、それ発見したらさ。うん。 早く論文書こうっていう気持ちにな,なんかもう一日中論文書いて早く世に出そうみたいな気持ちになりそう <laughs> <に> 1> 1そうな,、ね、そなりますねう早く発表しないとっていう,う興奮やばいよねやばいっぱだ,、ね、だって世界で俺しか知らん事実見つけたって<笑><笑> ないもんな。ない。あないよね。あ、でも,あでも俺、あれだよ、米粒を効率よく数える方法とか、<laughs> 世界で俺しか知らないもの見つけてい。2種類あるっていう提唱もしてますよね <laughs> そうそう、そダイナミックカウントとスタティックカウントっていう2種類の米粒の数え方があるなっていうことが分かりました。<laughs> あと、村づくりを起業するためのノウハウ <laughs> ノウハウとかもね、そうそうそう。僕、すごい学んだんですけどね、論文にしようとは思いませんでした。<laughs> ね、な,ぜなぜなら使いようがないからです。そうですね。<laughs> ということでね、ちょっとあの盛り上がりすぎて忘れてると思うんですけど、はい、本日のメインテーマ、数理、はい、モデル研究者、紙、はい、っぽいっていう話だったんですけどま、まずここまででちょっと納得できたんじゃないそうですね、だから数理モデルを使うことで、うん、例えば微細すぎて、目に捉えることができないようなものの振る舞いを仮定を立てて、うん、そううモデルを組むことがで、きるってことねまだ誰も見えてないものを数理モデルの力で見ることができる、まずこれ、全知全能の紙っぽくないあー、面白い。うん、ゼウス感あるよね、ギリシャシーンは、ね。ありますね ささらにねまだあるんですよっぽこれよりもっと紙っぽいこともあって江崎先生じゃあまずこのあこういう挙動してたんだってことを理解するじゃないその後何すると思いますじゃじゃじゃあ論文書く前に他に式にするああまあ当然式式にもしてますよね式式にしてまあんましてないですけど式にすることもありますね何を聞かれてんだじゃあ俺逆に。 あの、うん、まあ論文にするのは当然そうなんだけど、はい、そこからさらに全然関係ない発見もできるんですよはあははぁ何だ何をやると思いますえ ないだろ、もう。その、その興奮で手いっぱいで、俺も。その興奮が全身、全身の、興奮許容量超えちゃった。全身の神経を、興奮で支配して、多分もう、廃止みたいになってるから。一日に当たられる興奮量も超えてしまう。そう多分。あの、末端系のふらふらこうやって僕、多朦朧とした状態で、あの、興奮に支配されて、末端系の人って限界があるんですね。そうです、ねう一僕末端系に所属してるのは。あの、この後ね、さらにやるのが、この値を、はい。 好き勝手いいじるっていうことはははつまり生産的な結合と非生産的な結合のサイズが分かったわけだよね、うん、このサイズをどうしたら渋滞が起こらなくなるかっていう値も設定できるわけですよ楽しい <laughs> これ楽しくないあ確かにそれ紙っぽいよすごい。でしょでしょ紙っぽいでしょこれ。そのだから人が RPG ゲームを作った時に設定をちょっといじるのと同じでそう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 やっぱ神もデザインしてますからね地球をね、うん、こいつもうちょっと強くした方がいいなみたいなことができるわけですよ、ね、ああでそれでだから渋滞が急激にいきなり解消されるようなパラメータの数値が出たらうわやったーってなるってことだよ、ね、ということですねえっ楽しい 非生産的な結合、うん、この最初に一人ラーメン屋に入るこの動き、はい、後から友達呼ぶ前だね、はい、この動きの大きさ占有面積を大きくしたら渋滞解消されるなってことが分かった、うん、これちょっとピンときづらいんでまた例えがねファンタジスタなんでザキ先生、はい、出してらっしゃった例えがで座っていたと、うん、でそうすると最初に一人客がズワーッと入ってきた段階で4人分の席ってなくなるじゃん、はい、これをやめて全部テーブル席にする。 あー店のレイアウト思うね、はい、ラーメン屋のレイアウト全部テーブル席にして 1>,、はい、1人客も必ず1個のテーブルに通すああだから1人客が入ったんだけど周りにちゃんと空間ができてんだ、ね、っていうことですね、はい、必ず4人テーブルに通して。 って置くこととにするとでこうすると直感的にはさいやなんか邪魔面積専用面積増えちゃったじゃんって思うんだけど後から確実に生産的な結合に移ることができる、はい、友達3人にもんで確実に入れるよねこうなると少なくともある程度の人たちはちゃんと分解を始めるから、はい、セルラーゼは分解を始めるので、うん、これをやるとかなり渋滞が緩和されて分解効率がよくなりますなるほど例えでいうならば店を改築してそうだねそういう非生産的な結合くんが効率よく仕事できるような ここくラーメン食べれるような設計に変えればスムーズに進んいっていう,そういうことですね。あはいはい、っていうことが分かってだからまだそんな酵素この世にないんですよ。うん、そんなつまり例えから話戻すとそう、あのー、非生産的な結合はちっちゃいので、はい、カウンターにおける一人格が入っちゃうっていうものが現実にある酵素なんだけど仮に最初から占有面積4人分。 い作れっていう酵素を作れさえすればセルラーズの渋滞問題は解決しますよっていうことも示せるんですよええすごないこれ参ったよこれすごないですかすごだからない酵素も生み出し放題なんですよ数理モデル研究者はだから造物ですらなるほどね全知全能であるだけでなく造物でもある数理モデル研究者神っぽいでしょえ数理モデルさできるようになってたらさ すべてのものを数理モデルで記述したくなりそう。なんか。うん、なりそう。そういう習慣とかできそう。なりそう。柚崎先生、どうですか。すべてのものを数理モデルにしたいなってなります。気づいたら数理モデル的に考えちゃったりしません。<ー>ディズニー行って混んでるとか、例えばわかんないですけど。あまあ、あんま思わないかもしれないです。<laughs> <laughs> そこは違うんかい。<laughs> そこはちゃうんかい。<laughs> 難しいなのでも今江崎先生のモデル1個で増えたんで今ので <laughs> 最後にはもう完璧に今後の行動が予測できるモデル組みたいですけれども <laughs>、ね、江崎先生の脳のパラメーターいじって <laughs> ない江崎先生を作り出すかですよねどっちかですね <laughs> 俺みたいな感じの受け答えをするっていうね, <laughs> うですねまあ数理モデルは作ろうとは思わないですけどただ、うん、本質的にこれを動かしているファクターって何なんだろうなってこう枠で見る癖みたいなのが結構つくかもしれないですねあ 特にそんな発見したら余計にそうですよね,ね関係なさそうに思えたこれがっていう話だらけなんですもんねきっと。だと思います。 だから何年か経ったら実際にこの酵素こういう振る舞いする酵素人工的に合成しましたみたいな、はい、これで効率よくセルラーゼあの分解するセルラーゼできたんで <laughs> エネルギー問題解決するかもみたいな熱い論文とかもしかしたら出るかもしれないですよねかもしれないですねまあ実際それやろうと思ったらいろんな障害があったりとか思ったように、ん、動かなかったりもするんでしょうけどまあ,う、うん、まあ一つの指針としてこういうことを考えるっていうのは意味があることかなと思いますねすごいねだから応用の人とごめんなさい数理モデルを基礎って呼んでいいのかわからないですけど理論 の人ううと、うん、こうだから応用の人が困った時に理論の人が出てきてでこういう形なんじゃないかって,って裏付けた後にさらに理論の人が示唆を与えることで、うん、今度はまた応用の人がやるべき仕事が新しくできたわけじゃないですかこうやって進むんやねそうだねテクノロジーとかさ例えばなんかすごいだから学問に触れてる感じがしますねそうだねめちゃくちゃ。うん、ということで本日は数理モデル研究者神っぽいっていう話をしてまいりました。うん それは2点によるものでして、はいえー、まだ誰も見たことがないミクロの粒子を、うん、数理モデルを通して見ることができるだから神のみぞ知るを知ることができるっていう激ヤバさ、うんはい、そして作ったモデルを好き勝手いじって理想の酵素を作るはい、はい、つまり造物種になれるというこの2点ですねこれで神っぽいという話をしてまいりましたこれ異論ないでしょ っっぽぽいいよよだから水野さんの今回の感想としては「紙っぽいな」うんって曲ねピノキオ P さんのボカロ曲「紙っぽいな」っていうのありますけど紙っぽいなのサムネ画像を水野さん思い浮かぶあ知らないあのねシスターが白黒でこうちょっといけてる悪シスターみたいなこううい YouTube で見たことあるかもしれない今回のサムネこれでいこうと思いますんでえシスターの服買ったんですよは シスターのコスプレ服、本当だアマゾンで5000円ぐらいで売ってたんで、はい、買ったんで、はいえー、この後じゃんけんして、3人のうち誰か負けた人がこれ着てサムネになりましょう。先端系の元気、シスターに言いやすい。だからこれ誰、どうなってるか分かんないですよ、公開,時すね、公開時点では皆さんには分かってると思いますけど、まだ我々の時空では誰か分かんないので、誰かがこれを着てサムネになるはずです。<laughs> はい、はい 僕らは数理モデルの研究者ではないので、はい、はい,はい、はい、っぽくないと思うんですよ。確かに。うん、じゃあ、江崎先生に実際着せられるか。<laughs> <laughs> じゃあ、お前止める役割やね。台本ではお前が止めることになったんで。<laughs> 西成先生って手もあるのかな数理ができるない。西成先生着せたらあかんね。<笑><笑>あかんかんめんむちゃくちゃ怒られる <laughs> え、まあ、ということで、あの、誰かしらが多分シスターになったサムネが、皆さんのお目に書かれてると思いますので。まあ、でもあれだね。うん、あの、江崎先生は絶対ないにしても、うん、僕らどっちがっても全員ソしンしか知らな,くない。あの、こんなシスターの服俺らが着るんでしょ。そうだよ。全員ソンなの見るやつ。<laughs> だから全員ソンさせに行ってるんでしょうが。んこんな面白い話聞けたのにサムネイルでさ、<laughs> 人を拒むわけ。もったいない。 やっぱやらないと。神っぽいな、うん、僕もこの神っぽいってフレーズを思いついた瞬間にもこのサムネが浮かんでしまったんで、うん、典型ですよね。<laughs> それはもうやらざるを得ない。今、このサムネが見えているのは地球上で俺だけだってなったら、<laughs> やっぱ一刻も早くサムネにしたくなりますから。パラメータいじりましょう。<laughs> うもっと最適なサムネを考えるパラメータい。僕の内のパラメータがも,もしかしてカスですかね、これはい。ということで、皆さんにサムネもいいサムネも多分お見せできましたところで。そんなサムネルをくぐり抜けてきた猛者たちしか見てないよ、ここね、多分ね。<laughs> えー、そういうことで、次回、 最、ねえー、最終終回回、はい、モデルの最終回行こうと思います今回は「神っぽい名は数理モデル研究者の歌」だという事実を見てまいりましたそしてあの「バンプ・オブチキンは素人」という事実を見てまいりまして次回は「ですね、はい、ハンター×ハンター」は数理モデルの漫画だという事実も見ていこうと思います。<laughs> 事実。事実ですか <laughs> こういう事実をやっぱりいっぱいね、列挙していくのが、ね、このラジオの売りとなっておりますので、次回もお楽しみにしていただければと思います。はいえー、あと、引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、何でもお待ちしておりますので、気楽に書いていただければと思います。ということで、今回もお会いしましょう。ありがとうございました。